はい、皆さんこんにちは、青島です。今日は前回の続きです。前回島式ホームの140ミリの長さのものを手に入れることができましたので、ようやくここに70ミリの直線を入れても大丈夫ということになりました。なので今日はまずここに70ミリのレールを入れて脱線しにくくなるかっていう確認を最初にして、でそれで OK ならこの下の土台も一気に回収していこうと思います。じゃあ早速作業を始めてみましょう。じゃあまずこっち側から行きましょう。ここ一回外します。ここにケーブルが来てるんで、ケーブルちょっと緩くしましょうか。ちょっとホームが邪魔なんでホームもどかしましょう。ここにちょうど70ミリレールがあります。奥にもあります。でここに140ミリレールがあります。もうなんか最初からそれ用に作ったんじゃないかっていうぐらい綺麗にここにレールがはまってるんで、この70ミリを取ってこっちに移動します。で向こうの70ミリも外して向こうのポイントの手前に設置し直します。でここに70ミリレール入れるんですけど、これ穴が開いたまんまなんで、ワイドレールのここね、穴が開いたまんまなんで、これ埋めて、あと反対側の道床ですね、道床も取り付けていきます。あと向こう側の作業もやってしまいましょう。はい、じゃあこっちもやってしまいます。ここに70ミリレールがあるんで、これを一回外します。はい、じゃあここも一回外します。やっぱりちょっと線があるんで引っ張りますか。はい、外れました。じゃあここにまたこの今外した70ミリのレール入れるんですけど、これも穴開いてるんで、ちょっと穴塞いでからここにはめ込みたいと思います。それじゃあこの穴塞いでいきます。本当は同じもの、同じパッケージに入ってたものじゃないと多少色が違っちゃうんでね、本当はそっちを使った方がいいんですけど、もうどこに何行っちゃったかどこ分かんないんで、まあ、適当にうちにあるこの余ってる部品から使います。ちなみにまあ伏線にしたいときは、こういう2つつながったなんていうのカバーをこうやってはめれば伏線になります。で反対側もこうすれば OK ですね。これで伏線間隔のワイドレールが完了です。で70ミリに関して言うと、反対側がなぜか最初からないので、こういうのが入っておりますんで、これでこうすることで道床がつきます。反対側の道床もつけましょう。たまたまこれは何か買った時期のものが一緒なのかな、そんなに分かんないですよね、色の違い。これがあ、でもやっぱちょっとこっちの方が白が多いですよね。なんかね、質感がこっちの方が近いかな。こっちにしましょう。購入した時期によって結構質感が違うんですよ。まあ、その時のロットっていうんでしょうか、まあなんかその配合っていうんでしょうかね、よく分かんないですけど、特にこの道床の質感はばらつきが多いので、できれば購入した時のものを使った方がいいです。これでもやっぱり白が多いもんね。まあいいでしょう。こんな感じでもう一個作っていきます。はい、70ミリのワイドレール伏線間隔にできました。穴も塞ぎました。ではこれ設置していきます。ちょっと斜めになっちゃいますが、まあこれはまた後で穴の位置は変えるんで、とりあえずこのままいきます。とりあえずこちら側は OK です。では反対側やりましょう。それではここ設置していきます。はい、 OK です。 OK ですが、少しやっぱりこのこいつがこの下にあるんでね、どうしてもこの浮いてしまいますが、まあ、これまた後ほどこの土台を交換するんで、まあよしとしましょう。ではホーム並べましょう。ホームを、はい、とりあえず、ホーム並べてみました。まず島式ホームの端っこですね、細くなっているのが1つで、280のホームが1本2本で、ここに140のものを入れて、でまたホームの端を入れるとちょうどこんな感じで
綺麗な島式ホームが完成します。綺麗かどうかはちょっとよくわからんけどね。はい、ということでちょっとホームの有効長は列車1両分短くなったんでどうだろう。トミックスの基準だと140ミリで車両1両分なんでどうかな。1,2,3,4,5,6,7 7両かな。7両分のホームになりました。グリーンマックスの名鉄だとちょっと車両が短いんでギリ8両いけますが、 JR の車両だとちょっと8両止められないかもしれません。本当は8両編成止めるためにねこの長さにしてたんですけど、遊んでて脱線するの煩わしいんで、今回はホームを短くして走りを優先ということにさせていただきました。でさっきここの脱線がなくなるかどうかを確認してから土台やろうと思ったんですけど、さすがにちょっとこのねここがグワグワなので、この下にこのケーブルがある関係でここがちょっとねデコボコになっちゃってるんで、これだと多分まともに走らないと思うんですよ。なので先に土台作っちゃいましょう。この土台ね、こう継ぎはぎしてここにつなぎ目なんかもありますが、ここら辺を作り直して、きれいにしてから実験したいと思います。じゃあここから先は DIY をしていきます。はい、でホームセンター行ってベニヤ板を買ってきました。でこれを必要な幅にまずカットするところから始めます。でカットして、でちょっとこの角材をね、貼っていこうかなというふうに思います。じゃあカットしていきましょう。はい、板を必要な幅にカットしてきました。横幅が20センチで、長さが2枚合わせると170になるようにしたんで、半分だからいくつだ、ちょっと忘れましたになります。でこれを今回はもう1枚板にしてしまいたいんで、左の角材を使ってね、ちょっと接着剤で貼り付けてしまいたいと思います。じゃあ今からちょっと貼り付けてきます。はい、裏側こんな感じで角材をはめてみました。細長い板1枚になっています。表側見てみましょう。はい、表側はこんな感じですね。ではここにちょっと一回レールを並べてみてどんな感じになるか見てみましょう。はい、とりあえずレールを仮に並べてみました。いかがでしょうか。こんな感じになります。ホームを140ミリ短くしたのでちょっと列車を止めるのがギチギチになっていますが、レール自体はこの板の上に収まっています。ポイントの両脇に70ミリの直線レールが入ったんでね、これはこれで、ちょっと走りがスムーズになるのではないでしょうか。まあ、それでホームが短くなったんでちょっと車両の有効長が短くなりました。グリーンマックスの名鉄電車で8両編成、この特急パノラマスーパーですね、8両編成がギリギリに止まっています。どうかな、ミュースカイだとちょっとはみ出るかもしれません。あと国鉄とかの特急型車両、20メートル21メートル級の車両だと7両ギリギリといったところでしょうか。まあ、僕は主に名鉄電車で遊ぶことが多いんで、8両編成がギリギリ止まってくれれば多少ホームからはみ出しても大丈夫なんですが、国鉄の20メートル21メートル車両だとおそらく7両編成までだと思います。8両編成でギリギリどうだろう、ホームからはみ出して接触しないぐらいで止めることはできるかもしれませんが、ちょっと厳しいかもしれません。はい、特急型車両だとね、7両編成クハモハモハサロモハモハクハみたいなね、そんな列車の有効長になっています。それじゃあ次、板に色塗りましょう。板に色塗って設置までこぎつけたいと思います。はい、それでは色塗っていきましょう。今日はこの絵の具買ってきました。ホームセンターで売ってたものです。水性塗料ヌーロってやつです。これのライトグレーという色を塗っていきたいと思います。
はい、とりあえずグレーで塗ってみました。まだしっかり乾いてないんですけど、結構ムラがありますんで、もう一回だけ塗っとこうかな。もう一回、一回乾いたらもう一回塗って、それで色塗り OK にします。はい、じゃあちょっと乾くまで待ちましょう。はい、この両面テープを使って橋脚をここに貼り付けていきたいと思います。はい、こんな感じで両面テープで橋脚を取り付けました。では実際に立ててみましょう。お、いいんじゃないですかね。え、いいんじゃないですか。まだ両面テープがしっかりくっついていないんで、あんまりこう、なんて言うんでしょう、変な力を加えると取れてしまうかもしれませんが、一応24時間ぐらいこうやって置いとくといいんですが、特にこれといって特別なことをするわけじゃないので、このままじゃあジオラマの方へ移動しましょう。それでは板を設置してみます。はい、設置できました。まあやっぱりそうですね、塗料を塗ったのでどうしても板がこのようにね曲がってしまっています。なのでこう、なんて言うんでしょう、少しここが浮いてますね。これはまだ今塗料が完全に乾ききってないのと、おそらくこの後もどん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 と反ってきてしまうと思うので、まあ、ここら辺はなんだろうな、また重しを乗せるというか、しばらく、こうここに置くことでまた板が伸びてくるんで、まあこれはね、このままにしておきましょう。じゃあちょっと、レールを乗っけてみます。はい、設置完了しました。やっぱりね、少し気になるのは、ここが結構ギリギリで、こっちは余裕があるんですよね。こんな感じで。だから、もう少し、本当は、こうなんだろうな。実はちょっと歪んでいるっていうのが、このレイアウトの特徴なんですが、今日はそれは、また、今度直すということで、今日はこれくらいにしておきましょう。まあ、とりあえずね、まあ、サイズ OK だったと。ということでよしします。はい、とりあえず仮戸設置が終わりました。このケーブルはですね、本当はこっちから下に通せるようになってるんですけど、まだちょっと やりたい作業があるので、一回ここで仮止めでこっちから出しています。ではポイントの手前にね、70mm の直線レールを置きましたので、これでここが
脱線しにくくなったのが一番手前の、まあ仮に1番線としときましょうか。1番線に入るときに脱線しにくくなったのか実験してみようと思います。それでは実験してみたいと思います。走らせるのは加藤の383系シナの重量編成、モーターを2両入れています。モーター車が2両入った重量編成です。ではやってみましょう。はい、OK ですね。ここスムーズに通ってくれました。あとは実験なんかすることあるかな。まあいいや、またおいおいやっていこうと思います。まあね、振り子式の鉄道模型で重量編成でモーターが2両入ってるっていうちょっとね特殊な条件で、走らせてみましたけども、脱線することなく無事ポイントを通過してくれました。で、内回り線に関しても本当は実験したいんですけど、ちょっとここまだね電源がつながってないんで、これはまあ、動画外で、撮影外でやっておきます。で、ダメならまた皆さんに報告します。よかったらもうそのままスルーしようかなと思っております。で、あと、まだ、こういう柵とか前回はつけてた、今回どうしようかちょっと迷ってるんですけど、つけた方がかっこいいんですけど、つけちゃうと、ちょっとね、床下が見えない。模型のね、床下が見にくくなって、写真撮りにくいとか、動画撮りにくいとか、そういうちょっとね、あれもあるんで、周りの柵はちょっとどうするかはこれから考えます。では、今日はね、動画これくらいにしておこうと思います。高架駅改良工事の様子でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは。